代目。もう10年以上も前じゃ、我が孫が阿久津里を裏切り、三度までも風影に手を。三度。ガーラの父、四代目風影を。おいおい、四代目っつうのは俺は知らねえぜ。確かに暁ではもともとおろ。あなた、オロチマルとポロチマルのことを。なら、いろいろと。あいにくだったな。人を待たせるのは嫌い。さて、やるか。最悪の演劇を。
我慢せい。もう少しじゃ。無駄だ。急所をついた。毒がなくともそいつはもうじき死ぬ。医療忍術での応急処置はすでに終えた。わしが今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。そもそもこれはお前のために長年かけ編み出したわしだけの術じゃ。この術があれば傀儡にすら命を吹き込むことができる。くだらねえな。いつからボケた。ババア、もうじき動かなくなる。その前に俺も無駄なことを一つしてやろう。俺を倒した褒美だ。草隠れの里にある天地教に10日後の真昼に行け。オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合う。クラウド。